皆さんこんにちはこんばんはマイメロ GB417 ことはあちゃんです今回は今年も残りわずかなので今年1年振り返っていきたいなと思います2017年は本当にいろんなことがあったので今回2017年のことについて語りたいなと思いますチャンネル登録をしてくださってる方やいつも見てくださってる方そしてこれからも応援してくださる方いろいろな方がいると思うんですけれどもよかったら最後まで聞いてってください と、まず5月頃、五5月の下旬頃に私は東京に行きましたこの時一応ウームネットワークには所属してたんですけど別に事務所に行くとかはなく普通に旅行という感じで行ってみましたでそこであの旅行に行く前についにカミングアウトといいますか私の抱えてることとか不安なこととか学校のすべてとかを話す動画をアップしました あのその時は「私事ですが早く元気になりたいと思っております」みたいなテーマでアップしたんですけどでそのアップする前本当にいろんな意見があると思うし何言われるか分かんないなって思ってたんですけど何か言われる覚悟でアップしたんですよ。でただ単に東京で撮った動画をアップしたら絶対に「学校は?」とか「学校休んでる行ったの?」みたいなとかコメントがあるかなって思ったから旅行前に。 旅行の何日前かなに出しましまた本当に何言われるかなって思っててその時はでも想像以上に同じ悩みを抱えてる方が多くたくさんの方が共感してくれたりとか「行けるといいね」って言ってくれたりとか応援してくれてとても嬉しかったのを覚えています無事に旅行行けるといいねって言ってくれて結局無事に行けていろんなお店で紙物を買ったりとかあとはお酒ファイル 押し上げファイルの材料を集め材料集めをして本当にいろんなものばかり売ってていろんなものを買えて楽しかったですで原宿にね初めて行ってずっと行きたかった原宿に行ったりとか109に行ったりとかあと横浜に行ったりとかいろんな経験もできてよかったですでうんそうだね飛行機もう不安だったし 何もかも大変で行く前も本当にもに旅行行けないかなとか旅行やめようかなとかもう無理絶対具合悪くなるし嫌だって思った時もあったんですよもう飛行機予約してんのにでも行ったらなんとか大丈夫で具合悪くなったりとかもしたんですけどすぐに治ったりとかやっぱやってみないとわからない世の中だなって思いました やっぱりやってみないとわからないことばかりだし挑戦してみたら意外と大丈夫だったりもするんだなって感じですねやっぱりいろいろ経験って大事だなって思,う思わされました <laughs> はいそれで無事に北海道に帰ってきて、まあ、作品作ったりとかうーんと動画撮ったりとかしててそして8月31日2つ目の動画これもいろんな意見があると覚悟していてアップしました 9月1日は自殺が多いと言われてる日だったのであの私の動画を見てくれてる中で10代の子はたくさんいるので同じ悩みを持ってる方がいるのを5月にアップしたコメント欄で知ってたので誰か親しんでしまう子がいたらとか助けられたらなって思って学校に行けない理由などをその日に話すっていう感じでアップしました。で本当にいろんな意見があり 厳ししい意見や批判的なコメントもありましたがそれ以上にやっぱり助けられましたとか本当に励みになったし死のうって思ってたのですがこの動画を見てもっと生きようって思いましたとか本当にいろんなコメントをいただけて本当につらか,かった経験や悲しかったことなどたくさん書いてくれて本当に何よりも嬉しかったのが。 私の動画を見て励まされたとか元気もらったっていう風に言ってくれたのが一番すごい嬉しかったです動画アップししててかったなったた。な思いましたでその後10月頃、u ウームネットワークから所属という形でお声をかけていただき六本木の事務所に行くことになってその時も不安でしたがなんとかまあ行けて事務所に 初めて行くことができてよかったで,すでもう本当に行けたことが嬉しかったし所属できると思ってなかったからあのそうやってお声をかけていただいて私を選んでくださったと言いますか所属ウームネットワークから所属っていうのは相手の事務所の方から言われないと所属できないので自分から所属したいと思ってできるものではないので本当に嬉しかったです。 でとまあ、事務所行くだけじゃなくてディズニー行ったりとかいろいろ楽しかったです。で正直やっぱ YouTube ではあの楽しいことを撮ってそれをアップしてるので周りから見ると楽だねとか楽しそうでいいねとか思われてしまうのはすごい仕方ないことだしでもあなたがその見てくださってる方が想像してる以上に。 その人は頑張っっっっててててるんだなな思思ほしいいいすすごい思います私だけじゃなくてね私だけじゃなくていろんな YouTuber さんとか動画アップされてる方いて本当にいろんな意見があると思うしなんか「楽そうだね」とかいうコメントとかも見ると本当になんかいい気持ちにはならないかなって感じで実際に私もね最近パソコン買ってビデオカメラ買いましたけど本当に編集難しくて。 本当に難しいんですよなのでそういうのをねあのやってる YouTuber さん本当にすごいなって思ってなんか楽そうでいいねとか本当にもう簡単に言わないでほしいなって思いますね、まあ、楽しいことを動画にアップしてるのでもちろんそういういろんな意見もあるんですけどいろんな意見もあるけどやっぱりその人はその人なりに一生懸命頑張ってるしやりたいことをやってるわけなのでやっぱり。 頑張ってるその人はその人なりに頑張ってるんだなっていうふうに思ってもらえたらいいなっていうふうに思います私だけじゃなくていろんな人に。で毎日私も2017年もいろんなことを頑張ってて本当にいろんなことができるようになってもう外食もね割と慣れてきて。 割と2016年よりも外食とかの数が増えたかなって思うし少しずつ学校に行けるようになったりとかメルカリで販売もありがたいことにたくさんの方に今年も喜んでいただけてたくさんの商品を販売させていただいて本当に充実した1年でした。 で本当に周りの方々にはお世話になってるしいつもそばにいてくれる友達や同じクラスの人とか家族とか事務所の方とかそれより何よりいつも応援してくださる視聴者様のおかげだなって本当に思います本当にありがとうございますそして来年も2018年もこんな私でよければよろしくお願いいたします本当になんか応援してるよとか もう本当にハーちゃん大好きとか言われると本当にこんな私なのにって思うんですけど本当にたくさんいつもコメントもらってすごい嬉しく思ってますで、まあ、正直いろんな意見があるし、まあ、本当になんか嫌なコメントとかもあるんですけどそれよりもやっぱり応援してくれてる人のために動画を頑張っていきたいなって思うので。 応援してくれる人が1人でもいれば私は YouTube を頑張りますっていつも言ってるんですけど本当に応援してくれる人が1人だけでもいたらずっと頑張っていきたいなってそれはずっと思ってますでやっぱりいろんな意見があって人の意見に惑わされず自分のできること目の前のことを精一杯頑張ってこれからも頑張って生きていくかなっていう感じで思うので私は私らしくいつまでも 頑張りたいなと思っています本当になんか私のアップした動画で元気になったとか励まされたとか言われて本当に嬉しかったし特にその2本の動画のコメント欄は本当にいろんな悩みを抱えてる方のコメントが多いので、あのー、まだ見ていない方は是非目を通してみてください本当そして悩みをね私なんかにね書いてくれるっていうのが何よりすごい嬉しくて。 なんか本当に悩みって本当に信頼してる人とかにしか言いたくないと思うんですよなのに YouTube というそして私のチャンネルのコメント欄という場所で自分の悩みを書いてくれるっていうのが本当になんかねもうありがたいなって思いますなのでもう私は遅れてでも必ず YouTube のコメントは何でも全部返すようにしてるのであのーまあ、嫌なコメントとか批判的なコメントとかはもちろん 受け止めはしますがコメントはそういうのは表示しないし誰かが見て不適切に思われるコメントは表示はしていませんがとそういうコメントではなく応援してくださっている方とかのコメントとかはと表示してして返信したりしているので返信できていないものもありますがコメントを書いてくれるっていうことがすごく嬉しいので少しずつ返していますなのでこれからもコメントよかったらお願いします こんな私ですが2018年これからもどうぞよろしくお願いいたします今回はこんな感じで語るシリーズというか、まあ、話す動画だったんですけれども見てくれてありがとうございましたまた2018年もたくさんの動画投稿を頑張ってそしてメルカリでもいろんな商品作って もっともっとたくさんいろんな方に喜んでいただけるような動画作りそしてたくさんの方に喜んでいただけるような商品を作ったりとか頑張っていきたいなと思っておりますのでこれからもどうかよろしくお願いいたしますというわけで今回は2017年を振り返るという動画でした見てくれてありがとうございましたバイバーイ